しばらちスマーケ、前回の続きはプレイしていきましょう。さて、カケヤの放送が始まったところからですね。聞こえますか？ベルリン市民の皆さん。この声は。そして、現在市外で戦闘を繰り広げている全兵士の皆さん。今すぐ、戦闘をやめて、私の話を聞いてください。ドイツ民主共和国の市民の皆さん、私たちは現在ベルリン近郊で戦闘している革命軍です。革命軍の一員として皆様にお伝えしたいことがあってこの場をお借りしました。驚かせてしまって申し訳ありません。ですが少しだけ耳を傾けてほしいのです。私は NVA 第666戦術機中隊の英士です。名前はウルスラ・ストラハビッツと言います。私の父親の名はアルフレート・ストラハビッツ。かつてこの国で第一戦車師団の指揮官を務めていました。父はベータ大戦初期に我が国を守るために戦い、その後反革命罪で処刑されたと聞いています。5年前、まだ幼かった私は理由も聞かされないまま父によって西ドイツに送られました。すげえ、オープン回線だけでなくテレビとラジオまで押さえてやがる。これ、うちの国の連中も聞けるんじゃないか。第一戦車軍団のストラハビッって、あれだろ？戦車師団でベータ軍に突貫かましたって。西では、亡命者だと悟られないように名前を変えて生活していました。東から追っ手があるかもしれないと義理の両親が心配したからです。カッキー、放送に聞き入って事故るなよ。ここで事故ったらせっかくのお楽しみを最後まで拝めなくなるぞ。了解。ウルスラという名前を隠しカティア・バルトハイムと名乗ることになりました。あなたの真の名前がこの歪んだ歴史を正さんこと。義理の両親は私が実子であるかのように愛情を注いでくれました。二人は父の幼い頃の友人でした。ドイツが東西に分断される以前の。東で生まれた私は西で育ち軍人になることを志願しました。それから私は英士となり、ドイツ連邦共和国軍人として国連協力部隊に選抜されました。そして東ドイツ、ドイツ民主共和国に再び入国したのです。その後、ポーランド領内の戦闘で窮地に陥ったところを、第666戦術機中隊、アイリスティーナ・ベルンハルト大尉率いる、東ドイツ最強の戦術機部隊に救われました。救助された私はその部隊の一人としてこの戦争に、それから数々の作戦に参加しました。中隊が送り込まれる戦場は常に地獄でした。国を守るため救援要塞を切り捨て仲間を見捨て、それでも絶対に作戦を達成する。第666戦術機中隊はそんな部隊でした。私にとって幸いだったのは私を仲間と認めてくれる人々がいたことでした。
中隊指揮官のベルンハルト大尉、自責指揮官のファムティラン中尉。ネプトゥーン作戦で西側と協力してグダンスク橋頭堡を救うという奇跡を成し遂げた方々です。ねえお父さん、このお姉ちゃんは何を言ってるの？ねえ、ねえお父さん、聞いてる？とても大事なことだよ。この人はとても大事なことを話してくれているんだ。一連の戦いの中で私は真実を知りました。私の父アルフレート・シュトラハビッツはクーデターを計画してシュタージに粛清され、この国の歴史から抹殺されたということ。父の意志を継ごうとしている方がこの国にはまだ残っているということ、私はそれを知ることができました。我が国通一の英雄アイリスティーナ・ベルンハルト大尉はその意志を受け継いでいる一人です。そして決起した革命軍の主力を率いているのは父の友人であるハイム少将です。この国には同じ願いを胸に秘め、シュタージと戦おうとしている人々が大勢いるのです。私たちが革命を決意したのは、シュタージの統制下でドイツ民主共和国という枠が残ったとしても、本当の意味での祖国が失われてしまうからです。ベルンハルト大尉は、かつて自分の兄をシュタージへ密告したと言われています。この状況で戦うか、戦うよな。今回の忠誠を示した英雄。ですが、そこには異なる意味があります。そうです。シュタージに密告するように要請したのは、他ならぬ、大尉のお兄様だったのです。反体制派ではないかと疑われた大尉のお兄様は、自らの身を捧げることで、妹であるベルンハルト大尉の安全を、確保したのです。これが果たして正常な世界なのでしょうか。みんな愛してる人が幸せになれることを夢見て、これが本当に正しい世界なのでしょうか。答えは否です。絶対に間違っています。今前線では皆さんを守るために命を懸けて戦い、たくさんの人が死んでいます。親友の死に怯え、それでも戦い続けることを選んだ人がいました。移民であっても、この国に命を捧げた方も大勢います。彼らはこんな狂った体制を守るために戦っているのではありません。皆さんを、本当の東ドイツを、家族や友人を守りたいから、戦っているんです。だからベルリンの街の明かりを心の支えに、卑劣な環境で戦い続けているんです。今革命軍は残された最後の力を振り絞り、武装警察軍と戦いを繰り広げています。この放送を見ている東ベルリンの皆さんにはその音が聞こえているはずです。皆さんの力を貸してください。変わろうという意志を持って歪な檻を壊してください。東西を分断するあの壁も、シュタージが人々に猜疑心を救わせることで絶対に越えられない象徴としているだけなんです。密告されるかもしれない。この社会が変わるはずがない。そう思われるかもしれません。でも私は悲劇を繰り返したくないんです。
666戦術機中隊には、一人の女の子と、そのお兄さんがいました。女の子は、お兄さんを守るために、シュタージのコラボレーターとなり、お兄さんは女の子を救うために、シュタージと戦おうとして、お互いに大切な人を助けるために、傷つけ合って、最後には、悲劇だけが残されました。私たちだけでは、無理なのかもしれません。けれど、皆さんが力を合わせて、心の壁を越えれば、新しいドイツが始まるのです。そしてそれはこの国を、欧州全域を、いえ、人類すべてを救うことになります。ハイム少将は、私に約束してくれました。必ずや、議会制民主主義を取り戻すと。そこで行われる選挙の結果がどうなるかは、私にはわかりません。自由主義国家として生まれ変わるかもしれませんし、もう一度、社会主義国家が誕生するのかもしれません。でも、それはどちらでもいいんです。私が皆さんに言いたいことは、実は、一つだけなんです。この国に、シュタージは必要ありません。猜疑心で国家を運営すれば、必ず悲劇が生まれます。神は我々に、隣人愛という感性を授けてくださいました。私たち東ドイツ国民は、そこによって立つべきなのです。私の父は、言っていました。二つのドイツが一つになれば、ベータなんか必ず撃退できる。この災禍だって、必ず切り抜けることができると。私は、皆さんが立ち上がってくれることを信じます。だから、どうか、一緒に道を切り開きましょう。お父さん？ここで戻るのか。聞こえただろうって言っても止まんないよな。聞こえただろう、人狼ども。これが俺たちの、お前たちへの宣告だ。奴らの注意を俺たちに引きつける。タケヤのいる放送局へは行かせない。あそこは戦術機に襲われれば一撃で終わりだ。アイリスティーナのいる収容所へ突入する機会を伺うためにも、ここで粘る。テオドール、街の至るところから。何？あれは？あの人たち、戦おうとしてくれている。私たちと一緒に、これきっと、世界中に報道されてるよ。これでもまだ、お前たちは世界を欺き続けるのか。歪んだ檻に閉じ込められていた海が溢れ出てきてるっていうのに。逃がす？国営放送局に行くつもりか。逃がすか。逃がすな。抑えろ。カティアのところに行かせるわけには。違う。え？壁だ。ブランデンブルクモンだ。奴らの狙いは、ベルリンの壁に集結しつつある民衆だ。民衆が人質か。くそ。俺たちとの戦闘はあっさり打ち切って、市民の排除へ全力を向けるなんて。ベアトリクス、お前の命令かよ。保護すべき市民を本気で駆逐するつもりなのかよ。戦術機部隊、聞こえるか？ずずい。市外で戦闘を行えば、市民に犠牲が出るのは変わらない。こちらは任せなさい。あなたたちは、ベルンハルト大尉の救出を、彼女が姿を見せ、民衆を鼓舞すれば、たとえこちらが全滅しても、次の旗頭は生き残るわ。テオドールさん！カティア、早くそこから逃げろ。お前の仕事は終わったんだ。私たちは大丈夫です。すぐに離脱します。あ、今回離脱すんの？それよりなんかよく残ってる印象だったけど。あなたの願いを諦めないでください。お願いです。希望の灯火を絶やさないためにも、大尉は絶対に必要なんです。シルビア、アネット、お前たちはベアボルフ大隊への追撃拠点に残存している後衛部隊もだ。俺とさんはこの隙をついてアリスイナを救出する。でもここで戦力の分散は。市民に俺たちが戦っている姿を見せる必要がある。
シルビア、頼む。けじめをつけてくる。必ず生きて帰る。約束破られるのは嫌いよ。バルターのおっさんのその表情いいな。これであった。ベアトリクス・ブレーメン、目の前にいるのはベアトリクスのアリゲートル軍隊のみだが、こっちは推進隊残乱ともに心を持たなく担当も日本を損失。テオドール、貴様は一直線に収容所を目指せ。え？あの2機は俺が抑え込む。そうですよ。その間に何としてでも大尉を助け出せ。収容所に侵入してしまえばベアトリクスも戦術機で攻撃は仕掛けないだろう。なぜそう言い切れる？理由は帰ったら教えてやる。お前絶対教えろよ。ベアトリクス・ブレーメは目に見える形でのアイリス・リーナの死を望むってことか。あんたこそできるのか？波じゃないぜ、相手は。その負傷した者の体で。バルター・クリューガーを舐めるなよ、小僧。俺とて、かつては圧災のバルターと呼ばれた男だ。かっけえよな、その二つが。了解。預けたぜ、おっさん。次の路地で3階だ。了解。ベアトリクス、やれ、さすがだおっさん。貴様にはわからないだろう、ベアトリクス。あの日からあの子がどれだけ苦しんできたのか。ユルゲンの理想を錯誤した貴様には。見えた。はい、じゃあもう一旦区切りましょうか。次回、アイリス・ディーナ探すとこからやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。